はい、皆さんどうも、毎度おなじみオクサートでございます。今日はですね、ソニーの新型の α7R5 を紹介していきたいと思うんですけれども、今回も先行してね、使用させてもらって作例とかいろいろ気合を入れてまあ撮ってきたんですけれども、いやー、今回はねマジでやばいですよ。もうね、1ヶ月ぐらい前からね、僕言いたくて言いたくて、もううずうずして仕方がなかったんですよ。カメラはね、世代を重ねるごとに、まあ、着実に進化はしてるんですけれども、この α7R5 はもうほんとね、一足飛びに突き抜けちゃってる感じありますよ。特にね、凄まじいのが今回ね、オートフォーカス性能のまあ飛躍的な向上なんですけど、それ以外にもこれまでにない新しい4軸マルチアングル液晶モニターなど、まあ本当ね、いろんな要素がてんこ盛りなので、そのあたりもね、紹介していきたいなというふうに思います。また今回この α7R5 に追加された、まあ様々な新要素っていうのは、今後の他のね、α シリーズがどう発展していくかっていうヒントにもなってると思うので、ぜひね、最後までご覧いただければなというふうに思います。じゃあね、今日は本当いろいろてんこ盛りなので、まあ早速やっていきたいなと思います。じゃあまず最初は画像処理エンジンから話していきたいなと思うんですけれども、こっちのね、α7R4 の Beyond X から、α7R5 は、α1 や α7-4 と同じ最新のね、Beyond XR を搭載してるんですけど、今回はね、それだけじゃなく、α シリーズ初となる AI プロセッシングユニットが搭載されました。これがね、今回の α7R5 の肝であることはもう間違いないです。これまでもね、オートフォーカスとかで、まあ、AI っていう技術は活用してたと思うんですけれども、最近のハイエンドスマートフォンと同じように、AI の処理を専用に担うチップがこう搭載されたことで、飛躍的に AI の処理能力っていうのが向上してます。それによって様々な恩恵があるんですけれども、そのあたりはね、この後各スペックを見ながら解説していきたいなと思います。α7R シリーズとなれば、やっぱりね、皆さん気になるのはその画素数かと思うんですけれども、今回こちらはね、約6100万画素と前の α7R4 と同じ画素数になってます。基本的には多分ね、センサーも同じものを使用してるんじゃないかなと思うんですけれども、じゃあね、画質に進化はないのかというと、どうやらね、ちょっとそういうわけではないらしく、センサーが受けた光を処理する、まあ、画像処理エンジンが、まあ、最新世代のものになっているので、低感度では、α 史上最高の解像度を、まあ、実現しているということだそうです。個人的には、6100万画素あれば、本当は十分かなと思うので、これは本当ね、使い方によって、まあ、皆さん違うとは思うんですけれども、まあ、僕は結構ね、やっぱ主戦場が、まあ、やっぱりこう、プリントメディアっていうよりは、まあ、ネットメディアなので、まあ、十分かなというふうには思います。やっぱりね、6100万画素あると、もう本当に全部横構図で収めておけば、そこから、まあ、インスタ用にね、切り出しても、まあ、十分綺麗な画質の写真が手に入るので、それはね、本当ね、使っててね、めちゃくちゃ便利だなっていうふうに、まあ、今更かもしれないんですけど、本当ね、思いました。よりね、高いね、解像度が欲しいっていうことであれば、まあ、この α7R シリーズには、ピクセルシフトマルチ撮影機能っていうのがあって、16枚の6100万画素の写真をこう、連続して撮って、で、それを合成して、なんとね、4倍の解像度、4倍の色情報のデータを作ることができて、で、その出来上がったデータっていうのが、なんとね、2億4080万画素という、とんでもないね、画素数のね、写真を撮ることもできます。で、僕ね、α7R シリーズっていうのは、少しこう、動画性能は控えめなのかなって、個人的には感じてたんですけど、このね、α7R5 は動画性能もね、ほんと飛躍的に向上してます。解像度は最大なんと 8K の 24fps での撮影が可能になっていて、で、4K では 60fps、さらにスーパー 35mm の画素領域では、なんとね、6.2K からオーバーサンプリングされ 4K30fps での記録が可能となっていて、このね、α7R4 の最大 4K30fps から大幅に向上してます。僕ね、初めて 8K で動画を撮影してきたんですけれども、いや、ほんとね、もうね、なんかこう見た映像がカリッカリなんですよ。髪の毛1本から、こう草原の芝生のね、葉っぱ1枚まで、ほんとね、ディティールがわかるのと、あとね、こう被写体から
ぐっと離れてめちゃめちゃこう俯瞰でね撮影をしたりなんかした時もなんかこう全然ぼやっとせずにむしろこうピント面っていうのがねこうしっかりとわかるんですよ。撮影はまあ全部自分一人でやってたんですけど、とりあえずね三脚にこのね α7R5 を立ててで 8K でレックしておけばあのね 4K としてのまあ映像を作るっていう上でおいては、まあ、結構ねクロップしてもまあ本当ね画質の低下なくあの構図をやり直したりだとか、あとは擬似的なカメラワークっていうのもできるので非常にねこう撮影も編集もやりやすかったです。ただね1点、まあ、注意点なんですけれども、このカメラで撮る 8K の映像とあとはスーパー 35mm の 4K で撮る映像にはかなり激しくローリングシャッターが出ます。なのでこうやってね結構パンを振るような映像だったりだとか、あとはね激しくこうジンバルに乗せて、まあ、使うっていうのはちょっとね厳しいかなっていう気は正直しました。なので、まあ、そういったケースにおいては、まあ、いわゆるノーマルの 4K で撮影するとそのローリングシャッターはぐっと少なくなるので、そっちの方がねいいかなっていうふうには思います。ただねこれだけ画素数が高いカメラなので、正直ねやっぱりグローバルシャッターでもない限りこのローリングシャッターっていう問題は、まあ、どうしても発生しちゃうかなと思うんですけれども、まあ、でもねそれを押してでもやっぱりね 8K の映像これほんと綺麗なので、まあ、どっちかっていうとねこう、まあ、今までねスチルを撮ってる方とかだったら、まあ、こうやってね構図をバッチリ決めてそこでね、まあ、動く、まあ、写真みたいな感覚で、まあ、いつもこう写真を切ったら動画にカチャッと切り替えて、でそれでね、まあ、10秒レックして、でそれをこうつないでね、まあ、映像作品にチャレンジしてみるなんていうのもほんとねいいかなと思うのでね、まだ動画を撮ったことがないという方であればね、ぜひね動画にもちょっとチャレンジしてほしいなと思わせるようなね、まあ、やっぱりこれは1台かなと思います。で α7R5 ではあの手ブレ補正も α シリーズ初のなんと8段となってます。これはもうねほんとねあのカメラを構えてこうファインダーを覗いた瞬間にねもうこれまでと違うなっていうのが、特にねあの 70-200 といった望遠レンズだとほんとね一目瞭然に分かります。ボディ単体で8段なので、あの対応するあの純正レンズなんかの、 あのレンズ内手ブレ補正のあるレンズと組み合わせたりするとさらにねあのその効果が高まるので、ほんとね望遠レンズが好きっていう方にとってはね、まあ、非常にこれはね魅力的かなと思います。でこれね2470の 24mm 側で、手持ちでね歩きながら撮影したんですけど、どうです？なんかもうほんとねジンバルに乗せてるみたいでしょ。すごいんですよ。 70-200F2.8GM2 とかでもこれまでだと 200mm 側でねあの手持ちで動画を撮るっていうのはまあ相当辛かったんですけど、これはねもうほんと三脚いらずでここまで撮れます。映像編集ソフトなんかでさらにねあの手ブレ補正かけてやればほんとね三脚に乗せて撮ったんじゃないかっていうぐらいの映像が撮れるので、これはねもうほんと最高ですよ。で動画ではね8段の手ブレ補正ともなると、あのこんにゃく現象、いわゆるワブリングっていうものを心配する方もいるかもしれないんですけれども、 α7 シリーズや α1 のアクティブ手ブレ補正は光学式なのでこんにゃく現象っていうのはほぼ発生しません。では、お次がですね今回最注目の AF 性能についてなんですけど、まさにねここが AI プロセッシングユニットのパフォーマンスを発揮する部分で、あのこれまでのね顔認識 AF や瞳 AF がさらに進化して、名称もねリアルタイム認識 AF となりました。まあ、ちょっとね長くて新名称だと、まあ、なんかすごさが伝わりにくいんですけど、あのね α7R4 と比べてもあの人物の瞳の認識精度があの 60% 向上と、まあね、驚異的な進化を遂げてます。実際に人物であればあのフレーム内に映る被写体 あの骨格情報っていうのを解析して、でそれで最適な箇所にピントを合わせてくれます。これまで瞳 AF っていうのはあのねフレーム内に瞳が映ってなきゃそれは当然機能しなかったんですけれども、今回は瞳が映ってなくてもあの瞳 AF が機能します。何言ってんだと思うかもしれないんですけど、あのねこれはね骨格情報から多分ねこの辺に瞳があるだろうっていう風にね推測してピントを合わせてるんですよ。例えばねこうポートレートを撮影する時なんかでは結構ね濃いサングラスをかけてたり、あとはねこう帽子をかぶってこう目の部分ががっつり影になったりとか、はたまたねこう被り物とかをまあ被ったりしてでも瞳 AF が機能するっていうね、もうほんとねこれはやばい代物です。でもちろんねあの瞳が映っていれば、まあ、従来の瞳 AF と同じように機能するんですけれども、その性能もねほんとね大幅に向上してます。
これはね、実際にね、僕もね、今回検証してみました。まあ、ただラボテストではないので、あくまでね、まあ、参考程度として、まあ、見てほしいんですけれども、今回は同じ Beyond XR を搭載している α7-4 と α7-R5 で、リコさんの斜め45度からちょうどね、こう、まつげがこう瞳にかかってるっていう、瞳オートフォーカスで捉えるのが難しい状態っていうのをあえて作って、眼球にピントがどちらが多く来てるかっていうのを確認してみました。それで結果はというと α7-4 では、眼球にピントが来てるのは10枚中1枚で α7-R5 ではなんと10枚中9枚と実際に精度がめちゃくちゃ向上してるのが分かる結果となりました。正直ね、ここまで本当にね極端に差が出るとは思ってなくて、なんかねちょっとやらせみたいな結果になっちゃったんですけど、これ本当ねガチでとりあえず今10枚一発勝負っていう感じでやってみました。これがね今回新しく搭載されたこのね AI プロセッシングユニットのまあパワーなのかなということで、本当ねマイナーアップデートっていうよりはもう新時代到来ですね。で動画でも今回はね、まあ、8K での撮影がメインだったので、かなりねこう引きで撮ってたんですけど、被写体がねこうかなりちっちゃくなったとしてもしっかりとねその被写体を認識してピントを合わせてくれるし、あとはまあ体の全部じゃなくて一部しか映ってない動く被写体とかにもしっかりと粘り強くピントを合わせ続けてくれてました。また AF の進化ポイントはね、ほんとこれだけじゃなくて、今回は人物以外にも動物、鳥、それに加えて昆虫や車、列車、飛行機といった乗り物にもこのねリアルタイム認識 AF では対応していて、で生き物であればそのね瞳だったりだとか頭部、あとは列車とかであればその列車の先頭だったり、飛行機であればコックピットがこうあるね先端部分をしっかり認識してそこにピントを合わせてくれます。ではね、ボディの外観についても見ていきたいんですけれども、α7-R4 から比べると大幅には変わっているんですが、ボタンの配置とかは、まあ、最新世代の α7-4 に、まあ、極めて近いというか、まあ、ぶっちゃけね、ほぼ全く一緒です。で、メモリーカードも CF エクスプレスのタイプ A と SD カードに対応した、まあ、デュアルスロットになってますし、インターフェース周りも α7-4 とか α7-1 とほぼほぼ一緒なんですけれども、ただ α7-R5 には、シンクロターミナルが、ここについているので、有線のストロボなんかを直にね、つないで撮影することもできます。で EVF は 0.64 型944万ドットで最高 120fps の OLED ディスプレイとなっていて、576万ドットの α7-R4 や368万ドットの α7-4 と比べても覗いて見える映像が非常に滑らかで高精細かつ広いです。最近はね背面液晶で撮影する方も多いとは思うんですけれども、僕はねスチルでも動画でも結構この EVF っていうのをよく使うので、めちゃめちゃねこれ撮影がねしやすかったです。そしてね、なんといってもねこれですよ、この新しい四軸マルチアングル液晶モニター、これはね嬉しい人めっちゃ多いんじゃないですかね。でここ最近の α シリーズはほぼほぼバリアングル液晶となっていて、動画勢特にね Vlog でこう自撮りをする人や、まあ、ジンバルを使う方には、まあ、すごいね、まあ、嬉しかったとは思うんですけれども、ただねそれ以外の人にとっては液晶がねこうバリアングル液晶だとどうしてもこうセンサーの位置からねこう大きくずれてしまうので、まあ、構図を撮ったりするのが、まあ、ちょっとね撮影しづらいなっていう風に思ってた方もね多かったと思うんですけれども、ついにこれで動画の人も写真の人も、まあ、どっちもやる人もみんながね幸せになります。本当ねありがとうソニーさん。今回このねマルチアングル液晶になってからこう可動部がめちゃくちゃ増えたので、若干ねこの辺りの、まあ、強度大丈夫かなっていう心配はあるんですけれども、まあ、でも使ってた感じ結構しっかりしているので、まあ、そうそう簡単にはね、まあ、壊れるなんてことはねないんじゃないかなとは思います。うん、大丈夫だと思いますよ。じゃあ今日のね最後に、今回ね僕がこれ1ヶ月ぐらい使って、まあ、気になったポイントを、お伝えすると、まあ、一つ目はね最初にも言った、まあ、8K とかで撮影した時のこうローリングシャッター問題なんですけれども、もう一つ、これはね正確に時間を計ったわけじゃないんですが、
僕が普段使っている、まあ、α7S3 とか α7-4 に比べて、バッテリーの消費がね少し早いかなっていう風に感じました。これは今回ね、まあ、僕ががっつり 8K で撮っていたからなのか、新しいね AI プロセッシングユニットがまあ加わったからなのかは分かんないんですけれども、感覚的には今までこう1日の撮影で、まあ、2本のバッテリーを使っていたっていうことであれば、まあ、予備でねもう1本あると安心かなっていう感じでした。それ以外はねもうなんかほんとね驚きばっかりで、不満っていう不満は今のところ、ないです。はい、マジで。というわけで、まあざっとね α7R4 のまあ進化ポイントを中心にご紹介してきたんですけれども、今回のねまあ画素数こそ、前回の α7R4 からまあ据え置きだったものの、まあ、ミラーレスカメラとしてね今回これ非常に大きな進化を遂げたんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってます。やっぱりねこの AI の力がさらに強力に加わったオートフォーカスはもうほんと凄まじいの一言ですよ。ソニーのカメラはオートフォーカスが強いっていう印象はまあ皆さんお持ちだと思うんですけれども、これまでのそのソニー機と比べてこの α7R5 はもう明らかに段違いなので本当にびっくりしますよ。紹介しきれなかった細かな進化ポイントっていうのももうまだいっぱいあるんで、もしかしたらねこれパート2もやるかもしれません。またあの今回ね作例として撮ってきた 8K の動画っていうのもこの動画と同時にアップしているので、まだねそちらを見ていないという方はねぜひそちらの方もご覧いただければなというふうに、思います。はい、というわけで、本日ねこれまでのレビューの最長になったんじゃないかなということで、本日の動画は以上となります。インスタグラムではねあの写真の作例もちょこちょこと載せてたりとか、ツイッターの方でも、まあ、カメラの関係の情報だったり、まあ、僕のたわいもない話とかを、ね、こう発信しているので、ぜひねそちらの方もチェックしていただければなというふうに思います。それでは、次の動画でまた皆さんお会いしましょう。ピース。